パシフィックサウスウエスト航空はかつてアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴに存在した航空会社。アメリカウエスト航空、ピードモント航空、アレゲニー航空とともに US Airways を形成した航空会社の一つである。合併以前は全米で最初の大規模格安航空会社であり、1971年以降にダラスに本拠地を置く。 サウスウエスト航空が参考にしたと言われている。US Airways への合併後パシフィックサウスウエスト航空のブランド名は Z ストリーム国際航空に引き継がれた。ボーイング社の顧客番号は14。PSA のボーイング 737PSA のロッキード L-1011 トライスターパシフィックサウスウエスト航空は1949年に ケニー・フリードキンによって設立された。フリードキンは、パイロット養成学校経営とその共感を、その後個人運営の航空会社と、事業失敗を重ねていたがある旅行代理店から、アドバイスを得て、夫人と再起し、リースした、ダグラス DC-3 によって、週に一度のサンディエゴ発バーバンク経由、オークランド業の往復線を開設した。設立当初航空券の予約は、 第二次世界大戦中に作られ余っていたトイレを改装したチケット売り場で受け付けられていた。1951年にはサンフランシスコ湾を横断し、サンフランシスコに就航し、1955年にはキャピタル航空から2機の DC-4 を購入したが、この時 DC-4 の改装をより新しい機材である DC-6 に似せた塗装を施していた。 1960年代、ロッキード L-188 をサンディエゴ・サンフランシスコ戦に投入し、さらに60年代終盤にはボーイング727から214とボーイング737から214に入れ替えた。このロッキード L-188 に関しては、当初は利益が見込めないと判断し退役させる予定だったが、パシフィックサウスウェスト航空が発注した。 L-188 は、後部にラウンジを設けた特殊なインテリアをしていたため、サクラメント、サンノゼ、ロングビーチ、オンタリオといったカリフォルニア州の都市間ネットワークを拡充するのに中古機を含めた延べ9機が使用された。1975年に L-188 のハブが、サンディエゴ国際空港からレイクタホ空港に移され1979年に退役した。 ロッキード L-188 エレクトラ1959年。しかし1978年にアメリカで航空業界の規制緩和が行われたことにより、パシフィックサウスウエスト航空をはじめアカリフォルニア、ウェスタン航空、ユナイテッド航空などカリフォルニア州の主要な航空会社は運賃戦争に突入した。その中でパシフィックサウスウエスト航空はリノ、ラスベガス、 ソルトレークシティ、フェニックス、ツーソンといったカリフォルニア州外の西部の都市へと路線を広げていき、主要空港に自動発見機と自動チェックイン機の導入を行うなどした他メキシコのサンルーカスに国際線を開設した。またダラスにあり倒産したブラニフ航空を買収しようと格索したり、ワシントン州やオレゴン州、アイガホ州にも路線を伸ばしたりと、 積極的に事業を拡大していき、西海岸の幽霊化やコンコードのような小都市には、新しく BAE146 を投入した。この BAE146 につける名前について、パシフィックサウスウエスト航空は新聞に全面広告を出し公募して、スマイライナーという名前に決定した。PSA 復刻塗装のエアバス A319。 アメリカン航空に移籍後の N742PS1986 年、ウェスタイ航空が、デルタ航空に、エアカリフォルニアが、アメリカン航空にとそれぞれ州外の航空会社に、買収された。このうち、エアカリフォルニアは、US Airways も買収を検討していたと言われ、アメリカン航空に買収されたことで計画が頓挫したことから、新たな買収対象として選ばれたのが、 パシフィックサウスウエスト航空だと言われている。アメリカン航空側としてはすぐにエアカリフォルニアの取締役会を開き対策を検討したが、カリフォルニア州内での航空市場を独占することをアメリカン航空が嫌ったため、この US Airways にパシフィックサウスウエスト航空を買収させるというのはアメリカン航空の作戦であったとも考えられている。 しかしこの計画はうまくいくことはなかった。アメリカン航空のエアカリフォルニア買収が発表されてから約1時間後、パシフィックサウスウエスト航空は US a i r w a y との合併計画に同意した。合併は1987年に完了し1994年までにすべてのパシフィックサウスウエスト航空の航空路線が US a i r w a y へと移管した。 しかしパシフィックサウスウエスト航空は合併とともに、会社は完全に解体されるとともに、拠点は東海岸側に移されて、今までハブ空港としていたサンディエゴ国際空港は単なるコミューター空港扱いに格下げされてしまった。またパシフィックサウスウエスト航空が合併により、目指していた全国的なメジャーキャリアへの進出は合併以前に、 西海岸側のみにしか路線を広げていなかったこともあり実現しなかった。なおこのサンディエゴを中心とした航空網は現在はサウスウェスト航空によって引き継がれている。2005年に US Airways とアメリカウエスト航空が合併した際に一機の US Airways の A319 が現在の US Airways を構成している元の航空会社の記念として パシフィックサウスウエスト航空の塗装に塗り替えられた。この機体はサンディエゴ国際空港に配属され、もともとパシフィックサウスウエスト航空が運航していた路線をなぞるように運用されている。この機体は US Airways がアメリカン航空に合併した後、機体記号が白地に再塗装され、US Airways のロゴがアメリカン航空に書き換えられた以外には手が加えられず、 パシフィックサウスウエスト航空機の塗装のまま運航され続けている。笑顔に見える PSA の L-1011、PSA の客室乗務員、パシフィックサウスウエスト航空はそのユーモアセンスでよく知られていた。会社のスローガンは、最もフレンドリーな航空会社で、トレードマークである笑顔のマークを航空機の先端に施していたほか、 キャッチアワースマイルというキャッチフレーズにもそれは現れている。現在でも元パシフィックサウスウエスト航空の整備士が冗談で笑顔マークを US Airways の機体に施すことがあるという。また、米海軍の一大拠点があるサンディエゴをベースにしていたことや、その格安の運賃から貧しい水平の航空会社とあだ名をつけられたこともあった。 また客室乗務員の制服が非常に明るい色でスカートの丈が短いことでも知られていた。雨の日に PSA のボーイング727に乗り込む乗客。パシフィックサウスウエスト航空182便、墜落事故1978年9月25日、サクラメント発ロサンゼルス経由サンディエゴ行の パシフィックサウスウエスト航空182便ボーイング727から200型機がサンディエゴ国際空港に着陸態勢に入った時に訓練中のセスナ機と衝突するという事故が発生した。両機はサンディエゴ軍ノースパークに墜落しパシフィックサウスウエスト航空機の乗客128人と乗務員7人、セスナ機の2人、そして地上にいた7人の合計144人が 死亡、また地上では他に9人が負傷し22の家屋が全半壊するというカリフォルニア史上最悪の航空機事故となった。パシフィックサウスウエスト航空1771便、墜落事故1987年12月7日、サンフランシスコからロサンゼルスに向かっていたパシフィックサウスウエスト航空1771便、BAE146 型機が カリフォルニア中部の海岸沿いを飛行中に突然急降下し始め、カユコス近郊の農場に墜落した。調査により、麻薬所持の容疑がかけられたこともある。素行不良の黒人機内清掃員が US Airways を解雇され、その逆恨みで、元上司が乗っていた1771便に、拳銃を機内に持ち込み登場。 機内のエチケット袋に衣装を書いてから、元上司を射殺したと思われるが、さらに、客室乗務員一人と、機長、副操縦士、し、その後に機体を立て直そうとコックピットへ入ろうとした、基板の機長までをも射殺し、操縦管を押して、機体を墜落させたことが判明した。これにより1771便に乗っていた、乗客38人と乗務員5人は全員、死亡した。 空港セキュリティのずさんさと、このような素行不良の人物を雇用した、US Airways が攻められた。パシフィック・サウス・ウエスト航空902便ハイジャック事件1972年1月7日、サンフランシスコ発ロサンゼルス行パシフィック・サウス・ウエスト航空902便ボーイング727から200型機が、ハイジャックされた。ハイジャック班は、ショットガンなどの武器で武装しており、 機長の交渉によって、ロサンゼルスで乗客は解放されたものの、客室乗務員は解放されずに、燃料補給のためのン波経由でキューバまで連れて行かれた。パシフィックサウスウエスト航空710便ハイジャック事件1972年7月5日には、サクラメント発サンフランシスコ行、パシフィックサウスウエスト航空710便ボーイング737から200型機が、 ソビエト連邦への亡命目的でハイジャックされ、一人の乗客と二人のハイジャック犯が死亡した。また710便には、西部劇のテレビドラマ、ボナンザシリーズで有名な俳優ビクター・セン・ヤングが登場しており背中を撃たれたほか、もう一人の乗客も撃たれていた。なお、ハイジャック事件に関してはこれら以外にも怪我人を出さずに、犯人引き渡しに至ったケースが幾度となく発生している。 ありがとうございます。